はい、何やってるんですかって？これ見たらわかりませんかね。いえ、違います。リップホルダーとしてアルバイトしてるんですよ。え、時給なんて全然良くないですよ。え、250円くらいかですかって？うん、そんなにもらえるんだったらマイホームも夢じゃないな。ダンボールの冬場なんて風をしのげてあったかいだろうな。あ、お金落としましたよ。え、くれるんですか？かり、物乞いじゃないんだけどな。お、500円だ。もらっておこう。あの、私とても時給が安いんです。もしよければこちらにお金を。おー、いかんいかん、物乞いを本職にするとこだった。ああやって簡単にお金を手に入れてしまうと、人が、いや猫が変わってしまうものだ。ほんと人、いや猫というものは一回甘い蜜を吸ってしまうとダメになってしまうものなんだな。猫は甘いもの食べないけど。それにしてもほんとこのアルバイト暇だな。最初は楽そうでいいなって思ったんだけど。よし、借りもう決めた。今日でもうやめよう。今預かってるのが最後。次お客さんがリップ取りに来たらやめますって言うわ。もうお預かりできませんって。よし、そうしよう。あー、お客様、お帰りなさいませ。お客様、ちょっとお話があります。お客様、ちょっと、あの、困ります。もうやめようと。はぁ、行っちゃったよ。確か次お客さんが来る日は半年後だったんだな。ああ、考えるのやめよう。よし、こう考えればいいんだ。この仕事はカーリーにとって一番いい仕事。よし、一番いいんだ。いやー違う、このリップがあるから良くないんだ。もうやめた。もうリップどっか行った。知らない。もうカリ知らない。もうリップなんて知らない。もうリップなんておっぱい。おっぱい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 。あー、おねじると出てくるおっぱい。使わないときはキャップをします。